高校生活といえばバラ色、バラ色といえば高校生活。宝太郎に自虐趣味があったとは知らなかったね。自虐趣味？勉強にもスポーツにも色恋沙汰にも後ろ向き、常に灰色の人間。お、それはまさかそんな入部届？宝太郎が部活に、しかも古典部。知ってるか？もちろんさ。エネルギー消費の大きい生き方に敬礼。よく勘違いされるのだが、A 組、選択科目か。もしかして音楽の授業で一緒だったか。はい、もうお帰りですか。ああ、頑張れよ。あと戸締まりも頼む。え？ん？私戸締まりできません。鍵は俺が持ってる。お前以外に誰がロックできるんだ。ところでそちらはお友達ですか。え？オレキさん、こちらは。こいつは福部聡、SS 偉人だ。うん、SS？ うまい。ぜひオレキさんも考えてください。オレキさん、そういえばさっきから足元でガタゴト音がしてます。え、僕には聞こえないけど。聞こえますよ。ほら、でもよく気づきましたね。一枚だけのメモ、ジョロウグモの回、私気になります。よし。そう言われるとあるのが当然という気がして、なぜか驚きがありません。